はい、皆さんこんにちは。今日もフロストパンク2やっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ウィンターホームの方を作り始めて結構安定したところまで来ましたね。で今日はその続きをしていかないといけないんですけど、ウィンターホームにとりあえず人口を増やしていかないといけないということですので、まあこちらの方をどんどん増やしていきましょう。それと探検の方ももうそろそろ出ていかないと、いけませんので、ちょっと出ていきましょうかね。で、ここ鹿さんと食べ物あるので、あ、でも危険になってるな。安全なところから行くか。とりあえずこちらに行きましょうか。もう結構端っこまで掘ってるので、いろいろなものがありませんね。ああ、やばい。ここももうすぐ枯渇するということで、ちょっと気をつけていかなければいけません。左の方がまだ全然、進んでないような気もしますね。墓地とかもあるな。まあ、探検の方もおいおい行きたいと思います。では、まずはウィンターホームをどうするかですね。まあ、人口、働き手の方もいませんし、まあ、特に何かできるわけでもないので、まあ、ここはちょっと放置かな。石炭がやばい。ね、石炭はちょっともらわないとまずいかもしれません。ちょっとロンドン見てくるか。さあ、初期拠点の方は、まあ家の方はプラス。あとはなんだ、食べ物はめちゃくちゃプラス。そして資源の方はいらないぐらいあると。建材の方も1800まで改善していますね。石油は、あ、やばい。ちょっと待って。石炭を変えよう。石炭の方がいつの間にかもう25万なってました。2万5千 ?25 万ですね。なのでこちらをちょっと石油に、あ、石炭に変えて、で、プラスにさらになってるようなら少し、ウィンターホームの方に送りましょう。現在150マイナスなのか。あ、やばいね。どんどんマイナスになっていくけど、まあ仕方ない。これは、向こうに送ってあげよう。在庫がまだありますので大丈夫でしょう。OK。あとは、はい、とりあえずフロストランダーズの要求を通したので、これで OK。で、研究の方だな。研究の方、資源が、なんかドリルかなんかがないと無限に取れるやつが今のところ作れてないんですよね。それがちょっとどうしていいのかがわからない。どこなんだろうな。あれは何に入るのかもちょっと分かっていませんので、こういうやつ、ここはでも外ですよね。あとは街関係も何もできていない。街とか社会とかがあんまり研究できていません。若者は何だろう。若者は信頼が上昇。これはストルワーツか。ピルグリムとストルワーツしかいない。犯罪がわずかに減少。どうしようかな。信頼がわずかに需要。犯罪を減らしたいんですよね。刑務所の方が有効的なのかな。さあ、ストルワーツ、ピルグリム、フロストランダーズ、ニューロンドランナーズ。あ、ちょっと待って。激しく激減になってるな。ピルグリム以外は激しく激減ですね。信頼が低下する。フロストランダーは特に何も変わらずですね。よし、こいつにしよう。さあ、刑務所の方も作っていきましょうか。さあ、隔離用刑務所の方はできましたね。ただ、労働力が足りないので、こちら作ることできません。ちなみにこれ、いつ拡大居住区が必要なのか。居住区の方を少し拡張していかないといけないので、高密度住宅地区。どれなんだろうな。まあ、いいか。とりあえず少し拡張していきましょう。あとは、まあ、ロンドンの方はこれで OK。石炭は減っていく一方ですね。で、日用品もまあ今減っている。ウィンターホーム、あ、なんか来た。ストルワーツの急進派はウィンターホームから得た資材で町にぬくもりをもたらす。夢を失い、復讐を誓っている。やめてほしい。そういうことはやめてほしい。もうみんな仲良くしてほしいな。待ってよ。さあ、セーブ中が出ていますので、オートセーブ。あ、ちょっと待って、なんだこれは。
機械が出た。急にイベントか。ああ、なんかやばい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 。刺された刺された。やばい、事件が起きた。これ、周り誰も止めないのか？この左の人とかも、そして、チャプター5に行きましたね。ユートピアの夢ということで、チャプター5に突入しました。OK。評議会での暗殺ということですね。内戦が起きているこの選択で内戦の終わらせ方を決定する。フィルフリムズが熱狂的が増加。ストルワーツかな？ちょっと待って、和解はもう、命を救えない、どんな困難でっても妥協点を探ることは大切だと。双方の派閥は熱狂を減少させ、すべての共同体と良き関係を築き、平和協定の投票を行う。いやー、これどうしたらいいんだろう。自分としてはこちらを選びたいところですね。難しいな。さあ、新たなキャプテンとしては街を統一し、逃走する派閥は封じ込める。よし、和解を目指そう。難しいけど行こう。ドン。はい、ポイントオブノーリターン。この方針では乗り越えられない障害は発生しないと。問題はこれいけるのか？この選択の制約。この方針を承認したい。必ず成功させなければならない。失敗は、ちょっと待って、それは難しいな。今もう最低ですもんね。ちょっと待てよ。これはちょっと無理かもしれない。ストルワーツを、こちらを追い出すはどうなんだ？ポイントオブノーリターン。でもこれか。でもどれも一緒ですよね。考え直す。いや、困った。これは困ったぞ。両方服従させる。妥協点。ストルワーツ新たな居住を見つけるべきだ。まあ、ちょっと映ってもらうのが一番早いのかな。まあそうですね。これでいきましょう。ドーン。はい。ということで、追放への道ということで、悲しいけど追放することになりましたね。追放が極刑を意味しないよう、彼らに新しい居住を準備しなければならないということで、ウィンドワームムーアの放棄されたジェネレーターには植民地に必要な資源があると。採取場は地中深くにあり、冷たい風が吹きつけていると。一定の労力を割けば、この場所を居住区にもできると。そうすれば、ストルワーツが自主的に移住するかもしれない。ということで、よし、頑張ろう。やばいね。481名不満分子が暗殺組織に加入。そいつはまずい。なんてことだ。さあ、そしたらまずゆっくりやろう。こちらの採取地区はもう、スチーム核は取ってしまったので、解体していきましょうか。で、まずはこちら、すべてのストルワーツを町から追放する。新しい家の完了。まずは、新しい、ストルワーツの新しいウィンドワームーアを設立する。それが何なんだ？そこからですね。まずそれがちょっと何かが分かっていない。こういうエリアにやらないといけないのか、もしくは、普通に作れるか。あ、でもなんか多分これ、どっかに作るんでしょうね、きっと。どこなんだろうな。なんかどっか遠くに行ったらありそうな気配ですが、まあこれもちょっとわかりませんので、しばらくちょっと探していきましょうか。さあこちらですね、探索で見つかるのかなと思っていましたが、こちらの方はもうすでに探索し終わった後の場所に出てましたね。ウィンドワードムーアということで、こちらに、まあ入植地を作ってこちらに移動させるということですので、移動させていきましょうか。ルートを設立ということで。まあ、これなんだろう。普通のやつでいいのかな。とりあえず繋いでいきましょうか。届いてない。はい。あ、届かないのか。ギリギリ届かないんですね。はい。これで OK。まあ、4週間かかりますので、まあ、こちら繋いでいきましょう。その間に、ウィンターホームと、ちょっと待ってよ。1個ずつ解決していこう。ちょっと待って、どこ行くんだ？機関車のとこに行きたいんだけど、行かない。機関車を見てみる。機関車の、大丈夫ですね。特に機関車の方は問題はなし。
足りないけど石油の方がいっぱいですね。人口いるかな。ハブ立てられれば燃料貯蔵庫ちょっと作っておきましょう。はい、ちょっと作っておけば、まあもう少し燃料を蓄えることできますね。続いてロンドンの方行くか。ロンドンの方はまだ今暴動が起きてますので、まあこれどうしていいのかがわかりませんね。保守。これでいけるかな。命を救う。はい、もういいや、とりあえず命を救っていきましょう。それで8名しかいないから、あとはちょっと無理かな。1個ずつ終わらせていくしかなさそうですね。で、OK。で、次はウィンターホームの方行きましょう。こっちもこっちでちょっと大変ですよね。ね、物資の方が足りない。食料はプラスであるので、よし、こちらの方に食料ハブだけ作っておきましょうか。はい、こちらは作っておくと。あとは物資がないとかは、ここを取るしかないのか。あ、上の方にもありますね。で、蒸気のやつは今もう取り終わってしまったので、次のやつ取りに行くか。はい、蒸気核の方をこちらから採掘していきましょう。よいしょ。はい、OK。はい、で、続いてが問題かな。新しいところの道ができるまでをとりあえず待つと。はい。急がせましょうかね。外見てた方がいいのかな？なんか来てるな。はい。ということで、戦闘での被害ということで、ピルグリムズの人が166人死んじゃったよと。やばいね。はい。とりあえず、ここの通路ができれば、まあ、移住してくれるのかな？はい。危ない人らは移住してくれる。OK。OK じゃないのか？で、入植者を送るか。はい、こちら送っていきましょう。ということで、ウィンドワード・ムーアの、設立を開始したと。1256名のストルワーツの異性と員らが彼らと共に町を離れたよということで、まあ、ここはこの人らのものですよということですね。で、緊張を下げる。任意の地区で戦闘を終わらせる。そしてこちらの方では、シェルター、食料、熱の需要を満たすと。いうことで、ちょっとまだこれ来てないのか。来てから街づくりという感じですね。その間、ロンドンの方では、あいつらを抑えないといけない。緊張が高まってるままだからな。ここは終わった？これ終わったのかな？はい、修理しておきましょう。いやー、大変だぞ、これは。いっぱいいろいろなところで物事が起きすぎましたね。よし、とりあえずこれで映った。映ってない。なんかが来た。ストルワーツが人質を取ると。身代金を払いなさいということで、まあ、身代金払って、なんか、また起きたのか。はい、とりあえず起きてしまいましたね。で、憲兵がまだいないので無理。よし、さあ、そしたら、もういい、新しいところで、一応こちらの方を開きましたので、進めていきましょう。なんかやばい。押した途端、なんか消された。はい、まあ、いいや。ということで、今、家が足りない、食料が足りない、熱が足りないですので、こちらは、まあ仕方ない。喧嘩売ってこられていますが、もうどうしようもありませんので、燃料の方を上げましょうか。どれぐらい必要かはわかりませんので、100ぐらい与えとこう。食料も17ちょいぐらいは大丈夫。物資の方は、まあ、17万あるから大丈夫かな。生活品は渡せません。ということで、ここをまずは何人いる ?3900 人。あれ ?1200 いくらじゃなかったのかな。まあいいか。とりあえず、石炭を取るのと、いっぱいこれはもう、フロストブレイクしていくしかない。フロストブレイクそこら中していきましょう。広いところをとりあえず確保したい。で、食料も確保していくか。でも2本ぐらいで引いていこうかな。まあお金もいっぱいありますし、人も今どうすることもできない人がたくさんいますので、フロストブレイクめっちゃしていきましょう。で、続いて、こちらの建材ですね。よいしょ。はい、フロストブレイク。はい、もう一列横に引いとこう。はい、こんなもんで OK。あとはなんだ？食料とかもあるな。あとは街を作っていくか。
住居地は工場地区と別の場所にちょっと作っていくことにしましょうか。こんな感じで適当に、まあ、フロストブレイクしていきましょう。はい、ということで、これで一旦フロストブレイク祭りになってますが、これを終わらせる。はい、終わりました。ということで、ここからいろいろと作っていきましょう。まずは石炭ですね。最終地区。お、なんだこれ赤い。真っ赤っかだぞ。はい、ちょっと全部取れるようにしていく。で、次に住居ですね。わあ、住居も赤いけど、これ。熱、野ざらしと、そうか、防壁みたいなのがないからかな。とりあえずいいや。熱が来てるうちに、建物を建てよう。三角ぐらいあればいいですかね。どうだろう、61。わからんが、こんなもんで、とりあえず様子を見よう。まだ2000人ぐらいいるのかな。あとは違う。これじゃない。採取で、こちらの方をですね、工業地区から取っていく。よし。そして食料地区ですね。人足りない？大丈夫？よし。さあ、こちらを取っていく。OK。さあ、これで一気にできればある程度いけるでしょう。あ、そうだ。ジェネレーター。燃料もらってるから。ちょっと待てよ。しまった。石炭じゃないとダメだ。ちょっと待って。資源の方を変えましょう。あ、石油も送ってないんですね。よし。ロンドンの方は石炭から石油に変えよう。輸送して、ロンドンの方のジェネレーターを変えよう。ロンドンのジェネレーターを石炭から石油に変えておきましょう。OK。で、これどうしようかな。もう結構やばいレベルなんだけど、どれも、送れないな。さあ、大変ですね。まあ、その中でもこっそり研究はしていきましょうか。地熱まだ全然使ってない。そして、こちらの方をちょっと作っていこう。さあ、どれがいいかな。これにしとくか。はい、研究していきましょう。で、これを戻していかないといけない。これ、あと修理ですね。修理ちょっとしていきましょうか。あ、こっちは修理できない。戦闘があるからか。こっちも修理できませんね。よし。さあ、そしたらもう一回戻って、こちらの方の制作に入りましょう。ちょっとずつ移動してくれば、まあ問題ない。すぐに支配権を移住する。移動する。譲渡するってことですね。これどう違うんだろう。まあいや、これあげればいいよね。譲渡しますか。その場所の状況を、自主的に移住することはなくなるため、あ、ちょっと待って、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 待って。これはダメだ。え、ちょっと待って、今の選択は、まだどうなったのか分かりませんが、移してなかったのに、まあいいや。進めていこう。こちらの方はまだ移してないんですよね。はい、暖かい季節になりました。あ、そうだ、危なかった。ジェネレーターで火をつけていかないと、これで危ない。ということで、ウィンドワームムーアは現在ストルワーツの需要を満たしているが、ニューロンドンの支援がなければ満たせていないと。植民地が外部の助けになしで自活できることを証明するには、ストルワーツがさらに自発的に移住することはないということで、彼らを自由にするというのを選んでおきましょう。そしたら、ウィンドワードムーアとの交易をすべて終わらせる。はい、交易を終わらせる。ああ、そんなことして大丈夫なのか？これらを全部引き上げるってことですよね。石炭マイナスだけど、あんたら。微妙に。はい、これで OK。さあ、これで終わりましたね。ウィンドワードムーアの状況は今のところ良好ですと。石油を、石炭を供給しよう。危ないですからね。10万。土地区量を10万にしなさいと。めちゃくちゃ今やばいですね。ということで、どうしよう。いろいろちょっと見ていこう。スノーブレイク、ロストブレイク、まだいけますね。こちらの方はまだ作れる。OK。
で人数いるのでこちらの建物もちょっと建てていこう。ダスト鉱山 OK、住人の方は26プラスありますね。ちょっと拡張の方もしていきたいので拡張していきます。こんな感じですね。とりあえず2地域拡張しよう。でここもプラスになってるので問題なしと。はい、とりあえずこれをいく。さあやばいな、緊張を和らげないといけないのに。石炭なくなったよ。あ、ちょっと待って、これ石炭なくなったけど、あ、本当に物資送れないのか。送れますよね、きっと。そうですよね、送らないとやばい。石炭なくて死んじゃう。はい、とりあえずまあこんだけ送っていくか。はいはいはい。でこちらの方で採取をさらにする。はい、もう一箇所採取していきましょう。さあ OK、 拡張も終わりましたね。拡張終わったのでどうかな。住宅の方は病院ぐらい置いておくか。病院置いておきましょう。あとは燃料ハブとかそういう関係も置いていかないとダメですね。燃料関係、食料はまだ大丈夫。燃料を増やす。OK。さあ、これらを作っていく。さあ、どうだろう。はい、これで、プラス30。全然ダメだな。あんなに送ってるのに全然足りていません。あと、あ、でも、緊張関係はなくなった感じですね。うんうん、OK。それなら、あとは、外からちょっと炭、石炭を探そう。警告は、これは違うな、ないな。あ、ここ炭鉱ありそうですね。遠征を開始して、少し石炭をどっかから持ってくればいいんですね。あとは、今、石炭がもらえる場所はない。32、結構あれか。あ、ここら、出てるけど、どうすんだ？守衛を送る。これはいらない。資材。資材はどうなってるのか？ニューロンドンの様子をちょっと見てこよう。ニューロンドン。あ、一応なんか暴動は終わってるのか。はい、とりあえずこちらを早めに解放しよう。やばいやばいやばい。なんか食料とかが、あ、まだここは暴動が起こってる。これは、憲兵がいるので、守衛兵か。こいつに早めに終わらせよう。で、家とかもだいぶ落ちてますね。ちょっとプラスにしていく。あとは、物資を取るところがめちゃくちゃ落ちてますね。食料も、あ、人がいないのか。さあ、ちょっとピンチは再び訪れましたが、まあ、大量に物資とかはこちら備蓄してるので、そうそうなくなることはないのではないかなと思っています。さあ問題はこちらですね。ウィンドムーアの方が、石炭とかの備蓄がうまいこといかないといけませんので、しっかりとやると。で、大型機関車の方もなんか来てるな。あれ、なんか赤いやつ来てましたが、特に何も起きてない。プラスですよね。まあ問題ない状態ですね。はい、こちらですね。石炭の方が強制的に5000ずつを送ることできましたので、まあ強引にもう10万送りましたね。まあこれで問題ないのであれば、まあプラマイゼロでこんな感じにしておきましょうか。ロンドンの方は今まだね、結構厳しい状態にはなっていますが、ちょっと復活させていかなければいけませんね。ただちょっと働く人がもういないので、これをなんとかしないといけません。これはどうしようかな。外から人を取ってくる形でなんとかしましょうかね。守衛はこれ送れないのかな。あ、送れるな。守衛を送る17人、913人が来ると。これはもらっていきましょう。まだ結構外の方何もしてなかったところが多いですので、こういうところをもらっていきましょうか。で、ウィンドウの方は、こちらの方は、一応これでもう、
タスクの方はあとは譲渡するだけなのかな、こちらの方は。まあちょっとあんまり自分らでなんかなってるとは思えませんが、まあこちらに譲渡するやつありますので、譲渡していきましょう。さあこれでここは OK。よし、統一を達成ということですね。町を崩壊させはしないと。はい、いうことで、これでなんとかなったのかな。静粛や追放といった響きは無視してくださいと、執政官殿と、我々は彼にきちんと向き合いましたと、支援もしてきたと、彼らが破滅したとしても我々の責任ではありませんと、あなたは成功を収め、敵対者にも寛大な支援をしたと、町は存続するよと。お、そして、イベントが起きましたね。あ、ちょっと終わったのかな？これ、町は崩壊しなかったということで、こちら、嘘だ。これで終わりなのかな？なんかちょっと寂しい感じですが、あー、でもなんかまだ続くのか？
はい、ということでフロストパンク2クリアできましたね。全部で611ウィークかかっています。個人的な感想ですけど、まあ相変わらずちょっと難易度の高い街づくりですね。ただなんかちょっと最後の方まだ不完全燃焼な感じと、前作のような一つの街を作り上げていくという方が自分的には好きですね。皆さんはどうでしょうか？もしよかったらコメント欄に皆さんの感想を教えていただけると助かります。ではこれで終わりましょう。皆様ありがとうございました。